三好浩二さん、ブンデスに電撃移籍か？ブンデスリーガのボーフムがイングランド3部バーミンガムシティに所属するミッドフィルダー三好浩二の獲得に近づいているようだ。ドイツスカイのパトリック・ベルガー氏が報じている。現在27歳の三好は昨夏にベルギー1部ロイヤルアントワークとの契約満了に伴い、当時2部のバーミンガムに移籍。公式戦48試合の出場で7ゴール6アシストの成績を残すも、結局チームは3部に降格。新シーズンすでに公式戦4試合に出場しているアタッカーだが、ブンデスリーガクラブへの電撃移籍に迫っているとのことだ。なお、浅野拓磨らがサリメンバーが大幅入れ替わったボーフムは今夏、長年スイスのザンクとガレンを率いていたドイツ人指揮官ペーター・サイドラー氏を新監督に招聘。ベルガー氏によれば、三好はミッドフィルダーでプレイするクリエイティブなドリブラーとのことで、ボーフムが探していたプロフィールにぴったり当てはまるという。三好にボーフム行きの話が出てる。おボーフムならすごい。今季あまりバーミンガムでの扱い良くなかったから、ブンデス行けたら幸運だな。三好はサプライズやな。ブンデスまた一人増えるか。これはいい話だね。三好の努力が報われたようで嬉しい。ボルシアどころかボーフムってところが現実味あっていいじゃない。三好おめでとう、素晴らしい。4代にたどり着いた。浅野の後釜になる感じか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。